こんにちは、はるです。今回の旅の舞台はタイ南部のアンダマン海にある国内最大の島プーケットです。熱帯雨林とビーチに囲まれ、アンダマン海の真珠とも呼ばれるプーケット。今回はナイアンビーチにあるマリオットのリゾートへ泊まっていこうと思います。タイの楽園にあるマリオットリゾート、隅から隅まで楽しんできたので、ぜひこの時間を行った気分で楽しんでくださいね。それでは、レッツゴー。ウェルカムドリンクに PT がやってきました。綺麗な紫色です。はい、それではマリオットリゾート&スパナイアンビーチをご紹介していこうと思います。いや、こちらがロビーになります。広々としてますね。そして床は一面水で囲まれています。で、チェックインロビーはあちらの右手側になりますね。で、こちらがちょうど中心部になります。わあ、風が気持ちいい。天井も高いですね。そして真ん中にはこのように噴水とまでは言えないけど、鳥の水飲み場のような場所があります。で、まっすぐ行きますと、じゃじゃーん、目の前には広々とナイアンビーチが見渡せます。ちょっとね、今干潮の時間帯なので、砂場が見えてるんですけども、まあ、朝の9時から12時ぐらいはもうすべてね、ここの砂浜が海で覆われるような感じになってます。いやー、めちゃくちゃ綺麗。とこっちから見ていこうかな。これ人がね、全然いないですね。ここが最初のチェックインカウンターになります。わあ、水色を基調とした感じで綺麗ですね。すっごい綺麗。では反対側にも行ってみましょう。これはハスの花かな。花が咲いててすごく綺麗。で、実はですね、あちらの方で何かね、ここのレストランのタイ料理の写真撮影をやってるみたいなんですね。ちょっとそれにお邪魔しないように写していこうかなと思います。ちょっとこっちから入ってみようかな。わあ、風が涼しいですね。気温自体は今日も31度くらいあるんですけども、風がね、すごく涼しいんですよ。なので日陰にいるとね、全然汗をかくこともなく、もう気持ちよく過ごすことができちゃいます。あ、プールも見えますね。で、このプール実はここのね、マリオットのホテルをぐるーっと囲っているような形になってまして、こう1階のお部屋からプールにアクセスができるっていう、まあ、プールアクセス、いやー、いいホテルですね。タイ料理がいっぱいある。美味しそう。ここに、あ、コーヒーマシンがあるということは、夜になったらここで料理を作ったりドリンクの提供があるのかもしれないですね。こっちの方はなんだろうな、なんかすごい広いのでね、もう歩く、この辺り歩くだけでもいい運動になりますね。あ、お魚がいました。なんだろう、おーおー、集まってきた。すごいすごいすごい、見えるかな。お魚が多分餌をもらえると思ってすごく寄ってきました。ごめんね、餌持ってないんだ。手とか近づけると来るんじゃないかな。
日本ではねこういうとこに鯉とか金魚とかいたりしますけど、タイではねああいう魚がいるみたいですね。お、なんだこれ。お、なんだかフルーツが置いてあります。これはあのどなたでもどうぞのやつなのかな。こんなのあるの知らなかった。ここはねあのラウンジがないホテルなんですよね。なのでその代わりに、まあ、こんな感じでお好きにどうぞっていうスタイルなのかなと思います。もう十分楽しめそうですね。紅茶飲もうかな。はい、それでは本日のお部屋紹介をしていきます。いきますね。せーの、じゃじゃーん。いい感じのお部屋ですね。今回も広めなキングサイズのベッドになっております。はい、こんな感じで安定の目覚まし時計とメモ、ペン、なんか素敵な入れ物に入ってますね。そしてですね、まあ椅子と机が2つずつありまして、おしゃれな壁紙と、テレビがあります。これは、あ、紙じゃなくて木かな。すごい綺麗な彫刻のような模様ですね。でこちらにあのお水も増量しっかりされてます、4本。それとあの消毒シートですね。で、あ、なんか電話2つあるぞ。なんでだろう。これはあれかな、オーダーする用の電話なのかな。ちょっと見てみよう。あ、これは食事を頼めるみたいですね。朝ごはんが6時半から朝の11時まで。そして例えば490バーツで、まあ、この4種類バター&プリザーブスとかチョイスオブシリアルサーブドウィズミルク、なんかこういうのにチェックを入れて4つ頼んで490バーツって感じかな。1500円ぐらいです。でこちらがアメリカンスタート、グッドスタート、何種類かあるみたいですね。アラカルトは、まあ、1つ200から、まあ、280、300、350バーツぐらいまで。でルームオーダーがもう時間で区切られてるんですね。なるほど、これを伝えて、まあ、お願いするっていうようなことですね、きっと。はい、ということで今日の一番の見どころをご紹介していこうと思います。こちらベランダになるんですけども、まあ1階がアップグレードっていうことは、じゃじゃーん、なんとプライベートカバーナーがついております。そしてプールに直行できるっていう、うーわ、すごいビューですね。ちょっと見に行ってみましょうか。ここの手前にはね、椅子と机、大きいのがドーンと置いてあります。でここも素足で行けちゃいますね。うわ、私プライベートカバーなんて生まれて初めてです。うわー、大きいですね。これどうやって使うんやろ。おお、誰か飛び込まれてる。おお、これをこうして、はいはいはい、これをあの全部やるといい感じになるってことですね。ちょっとまた後でやってみようかなと思います。やばい、ちょっと裸足で行くにはちょっと狭かった。よいしょ、虫とかいないかな。はい、来ました。こちらがプールになります。なんか岩がありますね。すごい綺麗なブルー。あ、お部屋に通じてるところにこの石がね、あの登るところになっているのかなと思います。でこのプールもこうずっと あちらにも続いているような感じですね。わあ、ヤシの木の生え方がすっごい気持ちいい。こちらは 1,2,3 階建てなんですけども、こちらの方は1階2階になりますね。まあ1階の方が断然プールにアクセスしやすいので、
まあ、かなりいいアップグレードではないでしょうか。でしかもここプールもいつでも24時間使えますし、まあ、ジムも24時間だし、なんて言ったって目の前にね海があるんですよ。で今はちょっとあの干潮してて、干潮してる時って満潮と比べるとね300メートルぐらい海岸がね、あの長さが変わるらしくって、あのだいたい朝の9時から12時ぐらいに行くとちょうど満潮になるので、その時にこうカヤックとかいろんなものを試せるので、その時間に行くのがおすすめらしいです。ですけど、まあ、この夕方の時間、今夕方の5時ぐらいかな、まあ、この時間に行ったら逆に干潮になってるんで、まあ、砂浜の上を歩けたりとか、その砂浜のこうくぼみに溜まった水たまりにこうカニとか魚とかがいろいろいるので、まあ、それはそれで楽しいらしいです。ということで24時間楽しめちゃいます。鍵のかけ方が独特で、こうか、お、しまった。これをくるっと回す感じですね。そしてこのテレビの下にある箱はきっとリモコンでしょう。はい、正解。でこの隣はあのコネクティングルームですね。うん、しっかりと鍵閉まってます、大丈夫。でここは、あ、これも木の彫刻ですね、すごい綺麗。でここ、このね棚もすごいでかいな。あ、こっちが冷蔵庫、中は入ってない。よいしょ。おー、こういう時期だしね、ワクワクしますよね。あ、何も入ってなかった。お、あ、コーヒー4袋もある。コーヒー4袋とイングリッシュブレイクファーストグリーンティージャスミン4袋ありますね。嬉しい。こちらがコップ、でここがポットとかですね。なるほど。そしてここが荷物置きで、あのプールサイドに行く時用の大きいタオルですね。はい、そして今日の第2の目玉、こちらの水回りになります。いきますよ。じゃじゃーん、すごい広い。しかも、はい、ガラス張りです。いや嬉しいな、もう全部見えるやんここ。で、まあ、お手洗いはこんな感じです。すごい綺麗。はい、とうとうでした、安心の。あ、これも彫刻だ。なんか彫刻作品がいっぱいあるのが嬉しいですね。でここは鏡です。で、あの安定のタンの剣ですね。いやー嬉しいな。でこれがきっとアメニティ。おー、箱に入ってますね。デンタルキット、歯ブラシセットとシェーブキット、バニティキット、これはシャワーキャップ と、ヘアバンド、マウスウォッシュにボディーローション、ハンドウォッシュ、ハンドウォッシュ、ほーすごいな、チューブに入ってるんや。これなんか持ち運びでできていいですね。結構ね、ハンドウォッシュ、ハンドソープがないとこってね、お手洗いとかね、外に結構あったりするんで、持っていこうと思います。で、お水。え、お水何本あるんや ?5 本。この部屋、お水5本もあります。すげえ、ありがとうございます。で、あと、朝晩用のタオルですね。で、こちら。いやー、嬉しいな、浴室。浴槽付きとか、ほんまにありがとうございます。ちょっと、水圧見てみましょうか。あれ？あれ？あ、横に回してか。ああ、もう、十分十分。強いですね。で、シャワーを使うときは。シャワーどうやって使うんだ？使い方が分かんない。ないでしょう。でこちらにまた座るところと、シャワーを天井にもついてますね。嬉しい。でアメニティが、コンディショナー、シャンプー、これはシャワージェル、はい、フルセットです。しかもタン、嬉しい。でシャワーの水圧も見てみましょうか。どうしたらいいかな。ここに行こうかな。では行きます。おお、まあちょっと柔らかめですけど十分ですね。
特に水が太く出てくるので肌当たりが柔らかいというような感じです。そしてうわー、どうやって切り替えるんやろな、これわからんな、こっち違うか、押しても引いてもわからん、どうするのこれ、あ、ん？今なら押せるぞ、あ、なるほど、うわー濡れた、こう最初に押してから引くらしいですね。うわ、なんか幅広いな、すごい全体的にこうなんかスカートみたいに広がってますね、水が、もうこれとかどこ行ってるんでしょうね、すごい、あ、おかげです、あ、ベタベタになっちゃいました、あ、トイレでも行くか、よいしょ、こんなことしてるとね、もうね、夜お風呂入ったり朝シャワー浴びたりするとタオルが全然なくなっちゃうんですよね。なんでもこう、タオルないですって、あとくだ、新しいのくださいってこう何回も電話しちゃうよりかはもう、あのホテル予約するときにあのバイくださいって言っちゃう方がいいですね。私もあの水バイくださいできたらって言うんですけど、だいたい OK って言ってくれます。ちょっとあのこれただの記念に撮っておこうと思って回してるだけなんですけど、あの日焼けをちょっとしてみたいなと思って、でもあの顔とかはね、シミになっちゃうんで、顔と首とあの年齢が出やすい手の甲に日焼け止め塗ってるんですよ。もうそれ以外のとこ見えるかな、ちゃんと焼けてるんですよね、あ、わかりやすいかな、お腹の中で結構ね、浴槽がついてるの嬉しいんですけど、もうシャワーでも結構痛いんですよ。なんでまあね、できたら浴槽もね入りたいんですけど、本当にあの日焼け止め塗ってないと、あ、このぐらいしっかり焼けちゃいます。やっぱ焼けたのはちょっと嬉しいんですけどね、この水着のとかに、ですけど、まあ、ぶっちゃけ痛い、あの日焼け慣れしてないのもあるんですけど、なんでまあ日焼け止めは塗った方がいいかな、まあ、プーケットとかあのビーチとかツアーに行く方は、まあ、日焼け止め塗った方がいいと思いました。まあ、きっと皆さん塗られると思うんですけど、まあ、普段日焼けしないけどちょっとこの機会に日焼けしてみたいなっていう方は何も塗らないかな、焼けたんやったらあのサンオイル塗りましょう、そしたら綺麗に焼けます。私あの上半身だけ綺麗に焼けちゃったんで、はい、誰かの役に立てたら嬉しいと思います。はい、では水回り終わったのでこちらのクローゼットを見ていきましょう。何があるかな、お、ハンガーいっぱいあるな、10個ぐらいあるな。はい、出ました、バスローブ、お、今回はここに刺繍があるんですね、かっちょいいな。このマリオットの M ってね、他にない M なんでかっこいいですよね。で、あの素材めちゃくちゃ薄い、今んとこ一番薄いかもしれない。なんか若干ワッフル生地やけど綿 100% って、あのすぐ乾きそうな感じですね。もうタイにこれ洗って干したら30分ぐらいで乾くんじゃないかなってぐらいあの薄いです。そして、まあ、金庫と、もうスリッパ出してくれてる、珍しい、結構ね薄い素材ですね。なんかビシホとかにありそうな感じの素材です。意外、なんかマリオットこういうスリッパ使ってるのは逆に珍しい。そして傘ですね、まあ、スコールとか降る時もあるんで今の時期は多分大丈夫と思いますが、お隣さんは、お、あ、これなんやろ、あ、ちょっと私には関係ないやつでした。はい、ここ、あ、ドライヤーも出てる、珍しい。お、パナソニックだ。すごいな、パナソニック続いてるな。で、サニーランドリーバッグ。お、マリオットって書いてない。お、逆に珍しいぞ。え、いくらぐらいするのかな？結構リゾートなんで、まあ、長く滞在される方も多いと思うんですよね。まあ、シャツが130バーツ、おぉ、400円ぐらいする。ジャケット150バーツ、あ、ソックス、靴下50バーツ。靴下洗うだけで50バーツすんの？すごいな。まあ値段的にはちょっとやっぱマリオット価格若干っていうか、まあまあ高めっていう感じですね。あ、靴べら。はい、こんな感じでした。こんな
敵なホテルに泊まれるのも、普段ね動画を再生してみてくださる視聴者さんや、特にメンバーシップに入ってくださってる方々のおかげで宿泊することができています。いつも本当にありがとうございます。で、あの視聴者さんからよくいただくコメントが、まあ、なんでこうマリオットばっかりなのとか、まあ、料金どうしてるのってことをよく言われるんですけども、まあ、あんまり私も説明してこなかったなと思うので、この機にお話ししようかなと思います。なんでマリオット系列ばっか泊まるのかって言いますと、まあ、マリオットって世界中にあるんですよ。しかも例えば今回みたいにバンコクとプーケット行きたいっていうところに、まあ、旅行先に必ずと言っていいほどあるんです、マリオット系列。しかもたくさん、まあ、世界ブランドなんで、まあ、安心感だったり、まあ、サービスだったりとか、まあ、あのこういうコンセプトだったりっていうのが結構あのドストライクだったんですね。そしてなんでマリオット系列ばっか泊まるのかって言いますと、私のメインで使ってるあのアメリカンエキスプレスのカードがマリオットと提携してるんですね。で、名前がマリオットボンボイアメリカンエキスプレスプレミアムカードっていうめちゃくちゃ長い名前なんですが、このカードがもうめちゃくちゃポイントとマイル貯まるんですよ。私のブログでも説明はしてるんですけども、まあ、せっかくこういったいいホテルに泊まってるので、まあ、今回あのこの場を借りてそのカードのことについてお話ししてみようかなと思います。あの興味がない方は全然飛ばしていただいて大丈夫です。このカードってあの一言では言い表せないほどあの特典がめちゃくちゃついてきます。例えば年会費自体は 49,500円なんですけども、まあ、そのカード持ってる方は毎年、まあ、その年会費以上のもうえげつなく豪華なホテルに無料宿泊ができるんですね。一泊プラスそのカード持ってるだけでマリオットのゴールドエリート会員っていうものになれます。まあ、そのゴールドエリートになると何ができるのかって言いますと、例えばですけど、まあ、このマリオットホテルに泊まります。で、一番安いプランを予約します。それがなんとアップグレードされるんです、お部屋が。例えばお部屋の窓が山の方じゃなくってシービューの方になるとか、まあ、お部屋がもっと高層階になるとか、エレベーターの近くだったりとか、まあ、もっと広いお部屋にアップグレードとかをしてもらえるんですよ。なので年に数泊しかしないなって方でも結構ね、年会費以上分こうアップグレードがもらえるので、かなりねお得なんですよね。しかもこれは人によると思うんですけど、私は今プラチナエリートになってます。まあ、プラチナエリートになるとどうなるのかって言いますと、なんとそのお部屋のアップグレードがスイートルームまでアップグレードされるんです。まあ、バンコクはね基本マリオット系列めちゃくちゃ安いんで、まあ、1泊1万円もしない数千円の一番安い部屋を予約してもスイートまでアップグレードされたりするんですよね。結構私も今回の旅でスイート、まあ、もうアップグレードされたこと多かったんですよね。それだけで最高じゃないですか。まあ、プラチナエリートになると、まあ、朝食が無料になるとか、ラウンジへのアクセスができる、まあ、スイートへのアップグレードとか、まあ、いろいろあるんですけども、例えば私が好きな W 大阪、まあ、1泊、まあ、5、6万ぐらいするんですよね。で、朝食も確かね1人4000円以上するんですけども、まあ、そういったものも無料になります。朝食しかもラウンジがあるホテル、一般の方だったらまあ1万円ぐらい、まあ、料金を 払わなきゃ入れないようなラウンジなどもあのアクセス無料になるんですね。で、ラウンジでは例えばアルコールだったりジュース、ご飯、スイーツとか、まあ、そういったものがもう好きなだけ食べれるようになってます。ラウンジがあるホテルとないホテルがあるので、ラウンジがついてるホテルがあればそこに無料アクセスができちゃうっていう感じなんですよね。で、あのこの前行ったバンコクはラウンジありましたが、ここはリゾートなので、あのマリオットでもラウンジはないです。まあ、その代わり、まあ、朝食はねほぼと言っていいほどまあ食べれるので、まあ、個人的にもマリオットの美味しい朝食が食べれるだけでもかなりありがたいです。そしてあのホテルステイしないとか、まあ、飛行機に乗らないって方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、そういった方々もポイントめちゃくちゃたまります。なんでかって言いますと、まあ、普通のお買い物時計につき3ポイントたまるんですね、このカード、まあ、マリオットポイントが3ポイントたまります。で、例えばこういったマリオット系列のホテルに泊まると100円につき5ポイント貯まるんですけども、まあ、キャンペーンが結構あるのでね、まあ、ポイント2倍になったりとか、まあ、ボーナスで何十ポイントつきますってこともあるので、まあ、一概に、まあ、100円につき6ポイントとは言えないです。もっともっと貯まると思ってます。まあ、大体の目安ですけど、私が泊まるこういうホテルは、まあ、大体一泊すると、まあ、2000から3000ポイントはまた返ってくるような感じです。今ホテルの話してましたが、もちろんねマイルもめちゃくちゃ貯まるんですよ。あの JAL とか ANA とかカード使ってマイル貯めてる方もいらっしゃると思うんですけど、結構ね私が使ってるカードの方がマイル貯まると思うんですよね。
例えばですけど、たまったマリオットポイント6万ポイントを一気にマイルに変換すると2万マイルプラスボーナスで5000マイルつくので、100円につき 1.25 マイルぐらいたまる計算なんですよね。 JAL とか ANA だと100円につき1マイルぐらいだと思うので、あと、有効期限があるので、私はこっちのカードでマイル貯めるようにしてます。しかもね、このカード使ってる限り有効期限ないんですよ。なのでそのポイントとかも失効したりとかもないので、こう安心して貯めていってるような感じです。でもこのカードはアメリカンエキスプレスなので、タイに来ても思いましたけど、使えない店舗がたまにあるんですよね。そういう時に困らないように、私楽天カードも持ってます。ビザとマスターで、これ無料で作れるので、こちらが使えない時に使うっていうような感じです。あとこのカードは年会費が高いじゃないですか。私も最初はね、どうしようかなってずっと悩んでたんですけど、作った方がもうこれは確実に言えるんですけど、旅のクオリティがめちゃくちゃ上がります。ポイントが貯まれば、例えばこういうホテルもポイントで交換したらもうお金は1円もかからずに泊まれますし、それも飛行機とかマイルに換算すれば、それだけ安く乗れますよね。そういったことができるので、私はもう個人的にめちゃくちゃね、もうハマっているカードです。でしかも入会するときにかなりポイントが貯まるんですね。このカードをいつ申し込むかって結構悩まれる方いらっしゃると思うんですね。すぐ旅行にも行かないし、ホテル滞在の予定もないしっていう方がほとんどだと思うんですけども、このカードなんと今年の4月の25日までのお申し込みで、紹介経由の場合なんですが、なんと最大20万ポイント付与されるんですよ。もう20万ポイントって半端ないです。例えばこういうホテルに何連泊もするのもありですし、飛行機のマイルにかけて、国内線何十回乗ったりも海外に何回も行ったりっていうことも可能なんですよね。なので年会費は最初4万9500円税込みかかるんですけども、だいたい4年分ぐらい、年会費4年分賄えるぐらいのポイントが付与するので、もし悩まれてる方がいらっしゃったら、もう今入るのがおすすめです。私もこのカードがなかったらこういうホテルに絶対泊まれてないはずなんですよね。このようなホテルに泊まりたいなとか、こういっぱい飛行機に安く乗りたいなって方は、このカードを持たれることをおすすめします。紹介経由からだと最大20万ポイントもらえますので、もし気になる方とか、もっと特典の詳細を知ってから考えたいなって方は、ぜひこのトコテコブログを見てみてください。私ね、本当にこういったホテルに泊まれるような人間ではないんですよ。もともともう本当に今までもう寝れればいい、もうそこに屋根があればいいっていうようなレベルで安くやっぱ旅行したかったので、そういう感じだったんですが、私のブログを見て申し込みしてくださった方がいると、私にも紹介ポイントがつくっていうような感じなんですね。ここもぶっちゃけてお話ししちゃおうと思うんですけども、もしお一人様入会されると、私にも紹介ポイントが4万ポイントつきます。なのでそのポイントを使って宿泊させていただいているような感じです。飛行機もそういった感じですね。なので私の YouTube やのブログ見てくださってる方、入会してくださった方、本当にありがとうございます。たまったポイントは、今までもそしてこれからもこういった形で、動画にしてお伝えして、旅行に行きたくても行けない方が、こう旅行の疑似体験といいますか、こう行った気分になれるような動画作りや、コロナ禍が明けたら旅行したい、ホテル滞在したいっていう方の、少しでも参考になれたりとか、旅行のきっかけ作りになれたら嬉しいなと思います。もうこのポイントはね、本当にもともと私は持てなかったポイントになるので、これからも皆様に還元ができるように、私自身も楽しみながら、もういろんなね、世界各国、もちろん国内もですけど、もうたくさんいいところを動画に詰め込んでお伝えしていこうと思います。ということで、今夜もホテル一回楽しんできます。いや、長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。近くのコンビニまで行きたいのと、晩ご飯を探しにナイアンビーチの街の方まで今向かってます。グラブタクシーがちょっとね高かったので、普通のタクシー、メータータクシーで行ってるんですが、ちょっといくらぐらいになるか見てみようと思います。はい、到着しました。もともとグラブタクシーで予約すると280から380バーツだったんですね。で、結果的にメータータクシーだったら240バーツでした。40バーツ安かったです、最低料金で。メーターだけ見ると90バーツだったんですね。ですけど、調べてみると150バーツは基本料金といいますか、もともとあって、それにプラス90バーツがメーターでついて合計240バーツというような感じでした。
まあ、その150バーツは、まあ、もしかしたらこう、ね、地域によって変わるかもしれないので、まあ、なんとも言えませんが、マリオットホテルからここの、ね、セブンイレブンとかコインランドリーとかが集まっている街の方までは240バーツだったということが分かったので、ぜひ参考になれたら嬉しいです。それでは行ってきます。ではご飯を食べる前にこちらの24時間やってるランドリーにやってきました。めっちゃ綺麗。地元の人じゃなくて観光客の方が使うんかな。しかも見てください、初めて見ました、洗剤が売ってます。こう香りが選べるんかな。面白い。一ついくらだ。あ、一つ5バーツだから20円しないぐらいですかね。安い。そしてこれはなんだ、柔軟剤。うわー、英語が書いてない。これは何なんだろう。そしてこれは多分両替機、うん、コインチェンジャーって書いてある。これはなんだ、英語がないよな。分かった、こっちがあの液体洗剤とソフトナーだから柔軟剤だ。これね、ダウニーって書いてます、よく見たら。こっちは洗剤っぽい。ちょっとあの50バーツが一番少なかったんでこれを入れてみます。え、使われへんことないよな。え、お願い。なんで。あ、ちょっとこれあかんわ。偽札か、なわけない。もう一回、あかんわ。ちょっとこっち入れてみます。お願い、お願い。お、やったー、出てきた。20バーツで 1,2,3,4,5。 これ何バーツだ。これ10バーツか。よし、では洗剤からいきます。これが5バーツです。よし、おお、入った。じゃあもう一枚入れとこう。おお、楽しい。じゃあ2番目にしようかな。おお、おお、あ、出てきた。面白い。なんか UFO キャッチャーでゲットした時の気分。柔軟剤、柔軟剤を紫にするか、こっちにしよう。えい、おお、出てきましたね。あ、こっちも液体かな。めっちゃ香り良さそう。ちょっと使ってみます。はい、それでは洋服入れ終わったので洗剤をここに入れていこうと思います。液体がこっちで柔軟剤がこっちですね。液体がこっち。エレガンスな香りがする。え、開け口が分かんない。あ、それハサミあった。多分ね、このハサミを使うんやと思います。これでいいんかな。よし。あ、めっちゃいい香りする。ゴミどこ捨てるんやろ。あの両替するとこの目の前にあのゴミ箱ありました。で、閉めるからの、よく見たら順番書いてるわ。1,2,3がこれか。あ、冷たいかぬるいかあったかいを選べるんや。これどうしよっかな。そしてよく見るとあの温度によって値段変わるんですよね。まあ、10キロか17キロで変わるんですけど、冷たいのが50バーツか70バーツ、ウォームが60バーツか80バーツ、で、ホットが70から90バーツ。まあ、絶対的にホットの方が、まあ、汚れは落ちるかなと思うんで、まあ、こっちにしてみます。
い、ホットを、あ、70バーツ入れてくださいやな。ここに入れるんかな。で、あの、この謎コインは使えるんかな。あ、使えた。よかったよかった。このなんかゲーセンみたいな謎コインが一緒に両側出てきたんで使えるかなと思ったら、あ、ちゃんと10バーツとして使えるみたい。で、この通常のも、あ、いけますね。わ、楽しいな。はい、70 OK。 プリーズプレスター、ここだね。はい、お、26分で出来上がるそうです。いってらっしゃい。ね、ここにはですね、多分あの個人的に持ってきた液体洗剤と袋、これ誰か持ってきたんやと思います。ティッシュと消毒液、あとハサミが何個か、あとね、ペンとか、これ何、え、待って、メントス入ってる、え、アジサイ100バーツ、アジサイ、あ、メントスコーラン、あ、ちゃう、これデュオ、デュオ味、お、なんやろな、食べたいけどちょっとなんか危ないんかな、直しとこう、食べたい気持ちはあるけど。で、あと、お、これ優しいな、ビニール袋まである。へえ、あとはカゴとか椅子とかもありますね。でもこの中ね、えげつないぐらい暑いです。もう汗がちょっとタラタラ出てきちゃってますね。ちょっと晩ご飯を調達しに行ってこようと思います。あ、26分、 OKOK。 そして目の前にはこういう自販機があるんですね。でも値段が書いてないんだよな。なんか先に押すんかな。え、チヨビタがある。これなんかあのビタミン C みたいなやつですよね。35番、35、エンター、あ、出てきた。え、15バーツ、安いな、50円ぐらいだ、チヨビタ。え、なんか水見てみよう。水は57、57、え、安い、5バーツやん、やば、15円、16、17円ぐらいか、水安っ、えらいこっちゃ。あ、なんかヤモリがいっぱいいます。なんかへわりついててかわいい。おー、素早い。お、もう取っていいんかな。あ、あ、びっくりした。おー、意外とドアが重い。よし、じゃじゃーん、ミロを購入しました。まあ、ちょっと冷たいかな。15バーツ、50円ぐらいです。安っ、うん、甘くて美味しいミロだ。で、なんかストローが紙なんですよね。どこからか分からんけど空気が入ってきてちょっと、なんか泡立って入ってくる感じ。はい、では洗濯終わったので乾燥機に入れました。で、ここでローミディアム派選ぶんですが、あの地元の方はねミディアムにしてるんですよ。ですけどなんか灰の方がすぐ乾きそうな気がするんで灰にします。で、乾燥機は40バーツなんで、どっちやろ、あ、下、ここか、矢印下の方か、え、合ってるよな、うん、1、 OK、 カウントされた。2、3、4、お、はい、スタート、よいしょ、お、28分後ですね。了解です。しっかり乾いてね。この辺りがチンするご飯シリーズですね。だいたい39バーツ、40バーツやから30、120、30円ぐらいで一品食べれちゃうんですね。おお、ガパオライス、カレー、これもガパオライス系かな。あとヌードルとか、わあ、めちゃくちゃ安いですね。手巻き寿司、温泉卵、
ホットドッグ。お？茶碗蒸しがある。茶碗蒸しは19バーツ、65円ぐらいかな？ハンバーガーは、まあ29バーツ、70円、80円ぐらいのもあれば、まあ40バーツ、130円ぐらいのもありますね。肉まんは30バーツ、100円ぐらい。餃子とかもあります。うん、ホットドッグ29バーツなんや。そしてなんとお寿司も40バーツで売ってる。あと見たことない色のサンドイッチもありますね。美味しいサンドイッチ、カニカマとわかめみたいなやつ入ってますね。おお、中華わかめサラダ、ナゲット。あ、今日ウェルカムドリンクで出てきたこの PT も売ってますね。15バーツ。このカップの大きさで15バーツなんかな。安っ。この辺りのクッキーは1個10バーツなんで30円ちょっとですね。やば。しかも種類がめちゃくちゃ豊富。5バーツとか6バーツとかもある。すごいな。なんとヤクルトもありました。7バーツか8バーツで、このヨーグルトとシリアルセットがね、16バーツ、20バーツぐらいで売ってるんですよね。クレープが20バーツか。これでもいいかもしれない。なんかあんまお腹空いてないんだよな。これ絶対ランチパックやん。卵、ポーク、ソーセージ、ハム。おー、なんだろう。ポーク、マヨネーズ、ポケットサンドイッチ。おお、太りそう。これ、20バーツですね。安いな。これも何が入ってるかわからんけど、めっちゃ美味しそう。甘そう。豚とハムかな？あ、なんか、辛豚骨。豚骨のヌードルが20バーツだったんで、これを買います。はい、こちらが今夜の晩御飯になります。見てください。なんと、フォークが中に入ってました。よいしょ。はい、では、いただきまーす。かわいい、これ。おもちゃみたいになってる。それでは、辛い豚骨ラーメン、いただきまーす。熱いかな。なんか豚骨ラーメンの味ではないな。でもめっちゃ辛い。なんか豚骨ではない気がする。なんかスープも見た感じ、なんか結構ね薄いんですよ。見た目塩ラーメンみたいな感じ。なんか味を例えるとなんか白湯スープみたいな味がします。美味しいけど、まあ、断然日本の豚骨ラーメンの方が美味しいですね。いや、こういう時のためにやっぱ日本からラーメンとか持ってきておくべきですね。でも普通に美味しいんで全部食べます。うん、辛い。おはようございます。朝になりました。天気はね若干雨模様ですが、11時には止むらしいんで、まあ止むかな、止むといいな。今から朝ごはんに行ってきます。いや、本当はですね今日の朝の8時10分からヨガがあったはずなんですよ。で、あのアラームを7時に設定して1回起きたんですけど、どうしても眠たくって、で、あの、ま、アラーム何回かしててそのたんびに起きはしたんですけど、ま、最終のね7時50分のアラームをね無視してしまったということで、結局起きれずヨガ行けませんでした。くそー、寝すぎた。で、このマリオットリゾートですね、あのホテルによってはその毎日スケジュールがあって、今日のこの日はヨガがあって、
で今日は実はそのムエタイの講座だったりとかタイ語の講座、あの遊ぶゲームだったりとか、なんかそういうスケジュールは一応組まれてるんですけど、まあ、それを受けるか、まあ、このホテル近隣の面白いスポットに行くかをちょっと今悩んでて、まあ、ちょっと今日一日楽しめるように動いていこうと思います。でちょっと腹ごしらえ行ってきます。おお、雨が降ってるだけで天気自体はいいんだよな。そんなに雨は降ってないかな。お、ざわざわしてきた。ここから登るんかな。本当ジャングル設計でどこ登ればいいのか分かんない。あ、なんだか建物が見えてきました。きっとここでしょう。ざわざわの元は。あれ、そっちどうやって行くんだ。こっちか。これが今日のメニューですね。フライデー。あ、タイコスチューム&ダンシングとかありますね。 T シャツバッティック、これはあのお金かかるんですね。タイラングイッチ&ファンゲームとかもいいですね。この80分のヨガ、あとムエタイボクシング、あとビーチフライングカイト、あ、タコか、そういうのもあるみたいですね。はい、では朝食会場にやってきました。マリオットといえばこの豪華な朝ごはんですよね。今日もどんな品揃えかサラサラっと見ていこうと思います。まずこちらはサラダコーナーとハム、チーズ、オリーブなどがありますね。そしてこちらはフルーツジュースコーナーです。すごく人気ですね。あれはスイカかな。もちろんココナッツジュースもあります。そしてカットフルーツとカットされていないフルーツを、みかんがある。こちらはパンコーナーからのグラノーラと、あ、パンケーキとかワッフル、これは焼きプリンかな。グラノーラとドライフルーツ、こちらもパンコーナーですね。パンコーナーがたくさんあります。そしてあのおなじみのトースターもありますね。でこちらが中国のお鍋コーナーと蒸し器、シューマイとか入ってるのかな。お魚のお粥らしいですね。でなんでこんな早く撮ってるかっていうと、思ったより宿泊者の方が多くって、あの邪魔にならないようにサラサラっと撮っていってます。カレーやスープからの、これは普通のご飯で、こっちは卵ご飯なんだろう。でこのあたりも多分タイのスープかなと思います。もう手袋つけてないとね、このあたり触れないんですよね。このあたりはウェスタンフードかな。グリルされた野菜などがたくさんありますね。お決まりのソーセージ、カリカリベーコンはなくなってました。はい、ではこちらが私の今日の朝ごはんです。いっぱい取ってきました。それではいただきます。ではまず気になってたこちらのスイカジュースから飲んでいきます。見えるかな。もうこれはきっと丸ごと生搾りジュースでしょうね。すごく美味しかったです。やっぱタイに来るとフルーツジュース飲んじゃいますよね。はい、ではこちらのオレンジジュースもいただきます。もう本当にオレンジだけしか入ってないのかってくらい甘かったです。サラダから食べていきます。このねモッツァレラチーズがね大きくてね美味しかったんですよね。まあ、サラダから食べると太りにくいってことを聞いたので、いつもサラダから食べるようにしてます。
入ってはお次にグリーンカレー。これもねココナッツが効いててまろやかで美味しいんですが、結構辛かったです。もうヒーヒーながら食べました。そしてこちらもタイの薄い麺の焼きそばのようなものですね。これもねちょっと甘辛い感じで美味しかったです。では残りのグリーンカレーも最後までいただきます。今回はアイスカプチーノをいただきました。最近までずっとラテ飲んでたんですけど、カプチーノの方がね美味しいことに気づいて、最近はずっとカプチーノです。ではごちそうさまでした。それではテイクアウトでカプチーノをもらったのでお部屋に帰ります。おお、ちょっと雨降ってますが、プールでみんな泳いでますね。いや、なんとですね、晴れ女を発揮したのか、めちゃくちゃ天気良くなったんで、今からプールに行ってみようと思います。さあ、こちらがプールになります。うわー、すごいリゾート感。めっちゃいいですね。奥の方に海が見えます。うわーいいなー。しかもココナッツ売ってますね。120バーツ。ちょっと回ってみましょうか。あ、ここはあれかな、キッズプールかな。めっちゃ楽しそう。うわーめっちゃ暑くなりました。30度越してるんやないかな。ここに橋があった。ここから海行けるんかな。はい、では橋を渡ってビーチの方までやってきました。結構ここまで来ると海風がゴーゴーだったので、こちらからは音声でお送りしていきます。まず右手の方にはレストランがありまして、その目の前になんと芝生があります。ヤシの木がたくさん生えてて、クッションなども置いてあるので休憩できるのがいいですね。見てください、この砂浜ビーチめちゃくちゃ広い。しかもなんでだろう、人が全然いなかったです。で、この砂浜の真ん中にドーンとあるのがバーベキューエリアでしょうか。確かに1週間のスケジュールにバーベキューみたいなことも書いてたので、ここで何かイベントがあったりするのかもしれません。ビーチの右の方にはこうやってゆっくりビーチを眺めながら休憩できる場所などもあります。タオルがもともと置いてあるのが嬉しいですね。そしてこれはカヤック、カヌー、サップ、なんか名称は分かりませんが、お好きに遊んでどうぞっていうマリンスポーツがたくさんあります。卓球台、なんで卓球台があるんだろう。でもボールとラケットがないのでどうやって遊ぶんでしょうかね。イメージトレーニングでしょうか。こちらはビーチバレーですね。奥の方にはサッカーゴールなんかもあります。ちょっと海の方は風も強くて眩しいな。砂浜が白いんで、下から光が反射して結構下からも眩しいですね。わー、海めっちゃ綺麗。ビーチから見たマリオットはこんな感じです。結構ヤシの木が多いですね。水こんな感じか。うわー、ぬるいな。全然大丈夫。わ、気持ちいい。お、なんかブランコがあるぞ。あれ乗っていいんかな。すごい、これちょっと乗ってみたい。
すごいなこれ。素敵。あ、でも確かにサイズ感的にも大人用だ。なんか3人ぐらい乗れちゃいそう。うわ、めっちゃ気持ちいいこれ。だってこの景色ですよ。すごいな。海の中でブランコは生まれて初めてや。めっちゃ気持ちいい。いや、これは間違いなく人生で一番のブランコタイムですね。なんと面白いのもう一個見つけちゃいました。こっちにブランコがあったんですけど、その奥になんとハンモックありました。しかもめちゃくちゃでかい。いや、これは乗るしかないでしょう。さっきまでね、ここら辺まで普通にね波があったのに、もうどん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 干潮になって引いちゃってますね。だいたいね300メートルぐらいブーンってね干潮になったりするらしいんで、いやスピードが凄まじいです。この空間もすごいおしゃれですよね。石をこんな感じでまとってる。なんかいる。なんかいるぞ。なんかいる、なんかいる、なんかいる。あれ？すごい見えないように逃げてる。あれ？どこ行っちゃった？あ、いた。とこに隠れて、赤色のトカゲがいる。すごい、初めて見る種類や。なんてトカゲなんだろう。すごいね、かくれんぼが上手でしたこの子。日本ヤモリかな、日本のよりめっちゃ大きいですね。こっち見てる。左目でこっちを見てる。こっちを確認してますね。わ、逃げない。こっちはレストランですね。あ、鳥がいた。かわいい。日本にはいない鳥がいろいろいるな。この子もかわいいですね。ではせっかくプールとお部屋がつながってるので、プールからお部屋に帰ろうと思います。お、こっちもぬるいな。うわ、めっちゃ気持ちいい。うわ、やっぱプールいいな。いや、もうめっちゃ気持ちいい。人も少ないし最高よなこれ。さっき渡った橋をくぐります。おお、こんな感じなんや。あ、ここめっちゃ涼しいな。お姉さん方が2人泳いでます。もうこの辺りだったらこんななるんですよ。めっちゃ浅いなこの辺り。すごい潜水してる。
声が聞こえる。やばい、分かれ道や。どっちやろこれ。こっちかな。あれ、なんか浮かんでる。わあ、綺麗や。こう葉っぱとかお花が結構落ちてますね。かわいい。ひゅ、ここにもなんか落ちてるぞ。あ、ゾウさんの塗り絵ですね。これはどうしようか。人様のところに置くのもあれやけど、置いとこうか。お、多分これかお部屋だった気がする。うわ、石がある。これ登るのか。よいしょ。ちょっとやばいやばい、行って、ちょっとすっちゃった。よし、あ、こっちかな。虫とかいないかな。お部屋にあったタオルを敷きます。じゃじゃーん、プライベートカバナの完成です。いや嬉しいな。ちょっと午前中雨が降っちゃったんでね、周りが若干濡れてるんですが、ちょっと座ってみようかな。おお、すっごい厚みのあるマットレスみたいな感じ。いいなあ。いや、めっちゃ最高ですね。何が聞こえるかって、プールの音と鳥の声しか聞こえない。なんだか日々の忙しさとか時間からすごく解放されるような気がします。浄化されるな。はい、それではプールに行ってきたので、今からジムで運動していこうと思います。ここかな。あれかー、エントリーにはルームキーが必要みたいですね。35度9分。はい、では中も見ていきましょう。おお、プールが見える。ダンベル系もいっぱいありますね。このお水は無料でもらえるみたいですね。なんか携帯とか充電されてる。このドリンクは有料みたいですね。お、ボスのコーヒーもある。これお茶かな、砂糖入りか砂糖なしか、どっちなんだろう。1杯150円とかぐらいかな。ここにヨガマットがあったのでちょっと借ります。かわいい。
ジム終わってきました。めっちゃ汗かきました。今日何回シャワー浴びるんやろ。もう今日ね朝寝すぎちゃったんで、もうその寝すぎた時間取り戻すべくまたお部屋に帰ってシャワーを浴びてチェックアウトするためのパッキングをしていこうと思います。いや時間が全然足りない。はい、ありがとう。みんなスタッフの皆さん挨拶してくれる。みんな優しい。もう微笑みの国タイですね。やはり笑顔になります。自然と。この植物でっかいな。2階建ての部屋よりもっともっと高いですね。やっちゃうな。3階建てか。3階建てのお部屋よりめちゃくちゃ高いです。そして私こんな場所を歩いた記憶がないので完全に迷ってますね。どこやここ。セミがすごい鳴いてますね。そしてお部屋はこちらでした。ようやく見つけた。はい、8107こちらです。はい、では午後3時半になりました。もうすぐチェックアウトしようと思って冷蔵庫を開けたらグリークヨーグルト食べてないことに気づいたので、ちょっと今から急いで食べていきます。お疲れ様でした。よっしゃ、行くわ。Thank you so much. いやショップがあるそうなのでちょっと見ていこうと思います。かわいいな。プライドってお店ですね。おー、引く？押す？あれ？あれ？ なぜか閉まってる。え、なんでだろう。カードとかいらないよな。なんかコンタクトナンバーがあるぞ。これはもしやいないな、スタッフ。ちょっとガラス越しに見てみよう。あ、ドーナツの浮き輪がある。かわいいな。これで見えるかな。おお、おむつとかナプキン、象の置物、日焼け止め、ボディーローション、置物、キリンの編み物、そしてお、リゾートっぽい、これは上着かな、ジャケット的なのかな、でクッションカバーなどもあります。あ、タイガーバームがある。あのどこだ、指、これか。マッサージするときに塗るとめっちゃスースーするやつ。普通にこのお姉さんが着てる黄色いドレスめっちゃ可愛いんですよね。いいなぁ。いくらぐらいするのかなぁ。いや、あっという間に3時半過ぎちゃいました。もうね、午後4時チェックアウトとはいえ、これだけね広い設備でサービスもたくさんあって遊ぶところがいっぱいあるこのマリオットホテル、もうね午後4時で全然パラン。本当に1話のマリオットボンボイの、 あのアメリカンエキスプレスプレミアムカード持ってる人はアーリーチェックインとかできるんですよ。例えば普段は15時からのチェックインなんですけど、もうお昼にチェックインしたりとか、人によっては朝の8時半とか9時とか、もうそういう時間にチェックインできたりとかするんですね。なのでそのアーリーチェックインとかを使って、まあ、早めにチェックインして、まあ、夕方までゆっくり過ごすっていうのが、ね、一番おすすめではあるんですけどね。やはりリゾートはね、もうゆっくり過ごしてなんぼやと思います。私あのもうね寝すぎちゃった私が今回悪かったんですけど、もっとあのマリオットってもっといいとこいっぱいあるんですよ。あのイベントとかも一個も行けんかったし、でここは特にあのビーチ沿いにだいたい1時間1時間半くらいかな歩いて行ったりすると、プーケット空港に行く飛行機のお腹がね、でも見える、めちゃくちゃ近く見える場所とかあるんですよね。ほんまにここどこだ、まあ、そういうところもね、もし時間があれば行きたかったんですけど、ちょっと行けなかったな、くそ。であのプーケットもう1日延ばそうかなと思ったんですけど、飛行機のキャンセルができなくって、まあ、これはね、味方を変えればまたプーケットに来る目的があるっていうことで、また再チャレンジしようかなと思います。Excuse me, sorry. Do you know where is lobby? Lobby? Lobby?
How is it, Robbie? Upstairs. Upstairs? Second floor? Second floor. Oh, okay, okay. Ah, here. Uh-huh. Oh, thank you so much. Okay. Ah, here. Okay. Okay. Thank you. Oh, check in counter 2回やって。さてさて。暑いな。暑いなってタイ語で何やったっけ？ローだったっけ？じゃあローはかっこいいや。ペは辛いやし。ああ、上か上か。ランジもランジ。こういうね階段の一つ一つがもうおしゃれ。この階段石でできてるんですけど、ちょっとね隙間が見えるっていう。ああやっと着いた。マスクしんどいな。じゃん。お、あれ魚がいる。はい、ではマリオットリゾート&スパナイアンビーチいかがだったでしょうか。もうね最高でした。またもう一回行きたい。もう絶対行きたい。ここのホテル。Thank you, Kanto ka. Bye bye. よいしょ。お寿司。はい、では今回の動画いかがでしたか。プーケットのマリオットリゾート&スパナイアンビーチ4月25日までのお申し込みで最大20万ポイントもらえるチャンスなので、ぜひこの機会に泊まってみてくださいね。そして次回の動画ではプーケットのパトンビーチにあるフォーポイントバイシェラトンに宿泊をしていきます。なんと今回泊まったマリオットの半分のポイントで宿泊ができちゃうリゾートホテルなんです。ホテルももちろん素敵だったんですが、このホテルの目の前にあるパトンビーチ、いろんな屋台や綺麗な夕日、そしてこの透き通った海も見どころなので、ぜひ楽しみにしていてください。今回の動画面白かったよって方はぜひいいねとチャンネル登録をして、次の旅も一緒に楽しみましょう。そして YouTube に載せていない写真や動画はインスタ、Twitter、トコテコブログにも上げていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。